衛装備庁が研究を重ねて作った近代未来兵器レールガンの洋上試験に成功し、新たに120発連射ステージに上がったとの情報を入手した。今回は米国同類兵器の6倍の能力を持つレールガンを詳しく見ていきましょう。方針のエロージョン問題も克服し、このことに対して中国とロシアが猛反発しており、さらに三菱の小型原子炉が必要になるとも噂されている。2023年12月1日、防衛装備庁は研究開発を進めている近未来型大砲レールガンを海上自衛隊の試験艦アスカに搭載して、10月17日に洋上射撃試験を実施した際の動画を YouTube の公式チャンネルにおいて一般公開した。また、12月5日には11月に開催された防衛装備庁技術シンポジウム2023における秘密資料も公表し、日本のレールガン研究開発が新たなフェーズに入っていることを明らかにした。この防衛装備庁技術シンポジウム2023とは、防衛技術指針2023と防衛力の抜本的強化につながる研究開発についてという副題が課せられており、現在、防衛装備庁で研究開発を進めている未来型防衛装備品の研究開発の成果を発表するシンポジウムである。まるで宇宙戦艦ヤマトのような電気エネルギーによって弾丸を放つ電磁砲は、次世代の大砲とされるレールガンの日本における研究開発試験が、開発を断念したアメリカを超えて世界をリードする段階に進んでいる。レールガンの発射原理を簡単に説明すると、平行に設置された2本の電極棒のレールの上に小さな金属の玉体を乗せ、瞬間的に大電流を流すことで発生する電磁力によって金属団体を射出するという極めて単純な構造であり、強大な磁場を発生させることで起こる電磁気力、ローレンツ・ツトムで玉体を射出する電磁砲とも呼ばれている。発射される玉体がミサイルよりも非常に安価であるという利点があるほか、従来のように火薬を使用して発射する弾丸よりも高速に射出することが可能で、かつ、射程をはるかに伸ばすことができるようになった。防衛装備庁が現在試験中のレールガンは総重量8トンで、大きな電源部と砲身部と呼ばれる電磁加速装置で構成されていて、砲身となるレールの全長は約6メートルとなっていて、口径は40ミリメートルとコンパクトで発射される弾体も小さい。これを、現在、陸上自衛隊で、最も多く運用されている、榴弾砲 FH-70 と比較してみると、砲身長は、約6メートルで、レールガンと同等でありながら、口径は約4倍の155ミリメートルである。加えて、海上自衛隊の最新鋭多目的フリゲート艦も、神型護衛艦やイージス艦である、アタゴ型護衛艦、秋月型護衛艦などに搭載されている MK45 単装砲は、砲身長が約7メートル、口径127ミリメートルとなっていて、これらの火砲と比べても、レースルガンは、その砲身長に対して、口径がとても小さいことがわかる。この長くて、小口径の砲身から、弾体を、秒速2297メートル、約マッハ7。約8568キロの超音速で射出することができ、従来の火薬を用いて射出する火砲の砲弾初速が秒速800メートルほどであることから、段違いの射出速度を持っている。砲から発射される弾丸の威力は運動エネルギーにすると、弾体重量×速度の2乗で算出されることから、レールガンの破壊力は、弾体サイズが小さいながらも、かなりの威力を有しているようだ。さらに、超音速で射出される弾体の射程も非常に長く、火薬式火砲では通常弾の射程が20から30キロメートル程度であるのに対して、レールガンでは約7倍の150から200キロメートルにも達するらしい。しかしながら、レールガンでは砲身となる電極棒との接触などによってエネルギーの損失が大きいというデメリットもある。そのデメリットを補うために、上大電力が必要とされ、巨大な電力供給システムが必要となる所要があるほか、超音速まで加速するための距離を確保するには、長大なレールが必要となること、
あるいは、レールの摩擦、電気抵抗、耐熱限界などの点において、物理的かつ技術的な制約があることなどが欠点として挙げられている。レールガンで連続射撃を実施する際に、大きな課題となるのが、弾丸と接触している方針レールが摩耗して損傷して、弾体の初速が低下することであり、いわゆるエロションが発生することである。このエロションに関して、過去のレールガン研究で弾体が発射される際の初期位置の周辺のレールの損傷が特に激しく、撃ち続けるたびに初速が低下してしまうことをいかに克服するかが課題とされていた。防衛装備庁では、この課題の解決策として、方針レールの素材と電流の流し方の2点において改善研究を進め、この2つを変更することによって、エロージョン問題を克服したと言われている。1点目の方針レールの素材に関しては、これまで、導電性が高いことや加工の容易性から、主材料として、銅を方針の素材として使っていたのだが、これを、さらに導電性が高くかつ、摩耗に強い素材 X に変更することで克服した。2点目の電流の流し方に関しても、ある変更を加えて、瞬間的に大電流が加わることがないような放電方式 Y を開発している。この X と Y によって、弾体射出前の初期位置付近で発生していた、弾体の初速を低下させる顕著な損傷を抑えることができるようになり、120発の連続射撃実験では、すべての弾体の初速において、秒速 2000m 以上を記録して実験成功に至った。防衛装備庁では、このレールガンの将来的な用途として、2つのシナリオを描いており、1つ目は、従来の火薬を用いる砲弾よりも、レールガンの方が、はるかに長射程であり、かつ、高い威力を発揮できることを活かし、中国やロシアが、すでに、運用中の極超音速誘導弾を撃墜するための兵器として運用することである。二つ目の用途は、敵の艦艇や地上目標を攻撃する際に、現時点では、長射程の巡航ミサイルによる攻撃しか方法がないのに加えて、長射程と高速、そしてレーダーに捉えられにくい小ささな弾体を活かして、敵が回避困難な打撃として活用することにある。この2つの用途のために、現在運用中の対空ミサイルや巡航ミサイルは、いずれも製造単価が超高価であり、限られた防衛予算の中で、それらを大量に製造、購入して保有することが非常に困難である。仮に、日本の現在の GDP を、1% から2% に引き上げて、防衛費も大きく引き上げたとしても、保有在庫を一気に増やすことは厳しく、レールガンの弾体がはるかに安価であることは、日本経済にとっても、大きなメリットとなるだろう。それでも、レールガンの弾体は、まだ、長射程のミサイルが持つ誘導能力を保有していないため、遠距離で、敵の誘導弾を撃墜することは困難であり、自衛隊においては、様々な防空兵器のそれぞれの利点を生かして多種多様的に運用する構想があるようだ。これまでレールガンの研究開発を進めているのは世界の中で日本の他にアメリカ、ロシア、中国、欧州連合、EU、トルコ、韓国であり、アメリカ海軍では多額の研究開発費と数十年の時間を費やし、2020から2025年頃の実用化を目標としてBAE システムズ社とジェネラルアトミックス社がプロトタイプを開発して試験が実施されていた。そして2014年4月には2016年中にスピアヘッド級遠征高速輸送艦にレールガンの試作機を搭載し洋上での実証試験に入るとまで発表していたが、2022年度の軍事予算にはレールガン研究開発費が入っていなかったことから、その開発を断念したものとみられている。防衛装備庁では、今回の発射機の開発から兵器として運用するためのシステム開発に移行していく過程で、長射程であることを活かして、敵兵器の射程外から攻撃する兵器としての開発が完了し、我が国の抑止力としての貢献が待たれている。
日本の潜水艦は、通常動力型では、世界の軍隊と比較してもトップクラスである。そこに、カナダが目をつけ、最新鋭対艇型に注目が集まり、初の海外輸出開始かという情報をキャッチしました。今回は、このカナダへ初輸出達成できるか否かの裏側を詳しく見ていきましょう。日本は、過去オーストラリアに、そう、竜型潜水艦を売り込みしていましたが、フランスに負けて、今では、フランスは、アメリカとイギリスに負けています。遅いからだよ。日本の海上自衛隊潜水艦隊は、横須賀に艦隊司令部を設置し、呉の第1潜水隊群と横須賀の第2潜水隊群に分かれ、合わせて通常動力型潜水艦22隻が所属している。その内訳は、親潮型潜水艦8隻と、双竜型潜水艦12隻、そこに、最新鋭の太平洋型潜水艦2隻が入った。太平洋型は、2023年12月時点で、3番艦と4番艦の2隻が浸水して偽装中であるが、追加で2隻の建造が開始されている。海上自衛隊の潜水艦は、潜水艦の性能を示すのに最重要項目とされる静粛性に優れていて、通常動力型潜水艦の中でも、世界トップクラスとの評価があるほか、双竜型の11番艦、東竜と、12番艦、王竜には、潜水艦に、最適で、コスパもいい高出力リチウムイオン蓄電池が搭載され、世界中の注目を集めていた。防衛省では、2014年4月1日に策定された防衛装備移転3原則に基づいて、従来の運用が自衛隊だけに限定していた装備の輸出を図っていて、旧式で老朽化が問題となっているコリンズ級潜水艦の後継潜水艦の選定を進めていたオーストラリア海軍に対して、双竜型潜水艦の売り込んだこともある。それが一時は採用される可能性が高いとする情報があり、日本国産の潜水艦が初めて海外輸出されることに期待が膨らんだ。しかし、双竜型の導入を支持していた当時のアボット首相が退陣し、親中派のターブル首相に代わって、オーストラリア政治情勢の変化に加え、日本がオーストラリア現地での製造や機密技術移転に消極的であることや、兵器の国際共同開発経験が乏しいことなどが懸念材料として受け止められた理由などから、最終的に2016年4月、フランスのシフラン級原子力潜水艦をベースにした通常動力型潜水艦アタック級を採用した。ただし、その後、このアタックの建造を担当するフランスのナバルグループの対応が遅いことなどによって、契約が白紙となり、オーストラリア政府は、アメリカ・イギリス・オーストラリアの間で締結された安全保障協力、オーカスの創設に合わせて、米英が協力して、オーストラリアに、原子力潜水艦の技術を供与する取り決めを交わした。このように、防衛装備移転3原則に基づいて、日本の防衛装備品を輸出することで、高い製造コストを下げようと努力した防衛省だったが、ここまで、フィリピンへの対空レーダーの輸出契約が成立したくらいで、完成装備品の輸出は一向に進んでいなかった。このような状況下で、カナダ海軍が運用しているビクトリア級通常動力型潜水艦が老朽化したことから、後継艦種の候補選びに入り、海上自衛隊最新鋭の太平洋型に興味を示しているとの情報が飛び込んできたのだ。カナダ海軍では、2024年1月時点において、ビクトリア級通常動力型潜水艦4隻を運用しており、この潜水艦は、もともと、イギリス海軍が1990年代に運用していたアップホルダー級通常動力型潜水艦であり、2000年にカナダ海軍へ売却し、ビクトリア級として再就役させたものである。ビクトリア級が持つ機能的には、大きな問題はなさそうだが、4隻ともそれぞれ艦弱いが40年近くに達しているため、様々な不具合や事故を起こしているくらいだ。その中でも、シクーティミは、2004年10月5日に、アイルランド沖で、乗員1名が死亡する火災事故を起こして、航行不能となり、長期の修理が必要となったほか、同じく、ウィンザーも、2005年10月30日に、潜航中に火災を起こしており、その運用に、カナダ海軍が苦労していることが伝わっている。それらを理由に、
カナダ海軍では、後継潜水艦の導入計画を目的とするカナダ哨戒潜水艦プロジェクト CSRP が2021年に立ち上げられて、艦首選定を急いでいることが明らかとなり、日本の海上自衛隊潜水艦の大芸型が候補の一つとして挙げられたのだ。カナダ海軍では、大西洋と太平洋に、それぞれ、潜水艦を、2隻ずつ同時に稼働させて警備展開する必要があり、合わせて、艦隊の整備や、乗員の休養や訓練などのためのローテーションに配慮して、通常動力型潜水艦を、最低でも8隻が必要とされている。しかし、近年では、カナダ北部の北極海周辺において、ロシア海軍と中国海軍の原子力潜水艦の活動が盛んになっており、カナダ海軍は北極海において潜水艦による作戦能力の向上が早急に必要とされていて、可能であればプラス4隻して合計12隻の導入を考えているらしい。そのカナダ海軍が次期潜水艦に求める性能諸元の1点目が、ディーゼルエンジンと発電機とバッテリーなどで構成された通常動力のディーゼルエレクトリック方式の通常動力型潜水艦であること。2点目が優れた長距離航行性能を持つこと。3点目が北極海においても運用可能であること。そして、最後にアメリカ軍が運用している魚雷などの兵器及び戦闘システムの搭載が可能であることなどだ。今の条件に当てはまる通常動力型潜水艦として、海上自衛隊の大芸型潜水艦が有力であるとされ、カナダ海軍協会 NAC が刊行している海軍専門誌スターシェルの2023年冬号において、カナダ海軍の次期潜水艦候補の一つとして、大芸型潜水艦が挙げられた。海上自衛隊が導入している大芸型潜水艦は、カナダ海軍が求めるディーゼルエレクトリック方式であり、リチウムイオン蓄電池で長期航行性能も高い。しかも、このリチウムイオン蓄電池は、従来の鉛蓄電池と比較すると、潜水艦への搭載において、様々な利点がある。一つ目は、乗員にとって害となる水素ガス発生の危険がないこと。二つ目は、鉛蓄電池の2倍以上の重量容積あたりのエネルギー密度と 1.5 倍以上の繰り返し満つる放電回数を持つこと。三つ目として、満充電になるまでの時間が比較的短く、放電による電気容量の低下が少ない上に効率放電を長時間持続できることなど、潜水艦用の蓄電池として多くの優れた特性を持っている。また、大芸型の外観上の特徴としては、双流型と同様の X 字型が採用されており、この X 字型舵は潜水艦の舵として多くのメリットがあると言われている。従来の潜水艦の舵は、艦体を回答させるための垂直舵と、水中で姿勢を制御するための水平舵は、2枚1組の十字型となっているのが一般的であった。この十字型舵では、上下2枚と左右2枚がそれぞれ連動していたものを、X 字型舵では、4枚の舵が独立して動かせるようになり、それぞれで、回答と姿勢をコントロールすることができ、とても機動性に優れているという。さらに、十字型舵の垂直舵、または水平舵が損傷した場合、連動している2枚が共に動かなくなってしまうこともあるが、X 字型舵では、1枚が損傷しても、残りの3枚でカバーできることも大きなメリットである。また、潜水艦は、海底で止まって敵を待ち伏せることがあるが、その際に起底することで、下舵が損傷する可能性があるほか、港に接岸する際に、左右の舵を岸壁にぶつけて損傷する心配もなくなった。これほど優秀な双流型の採用が見送られてきた理由は、やはり、凡人には4枚の舵を独立してコントロールすることが難しかったからであるが、近年の電子制御技術の発展によって、ゲームで使うようなジョイスティック上の操縦桿による操作が可能となった。これで、海事の中でもゲームに慣れている若い世代の操縦も簡単になったということだ。
日本は世界が驚くハイペース建造でもが2型護衛艦を建造している中、次期もが2型の2隻分の1747億円の建造費を計上したとの情報をキャッチしました。今回はこの世界も注目の護衛艦次期もが2型の詳しいスペックを見ていきます。少人数化を実現しているもが2型の後継艦で、 AI はもちろん各ドローン搭載になるでしょう。それに VSL 搭載でミサイルなども装備、中国にとっては厄介になるでしょうね。それに海保用にも建造計画中です。2023年12月22日には、日本の現在の岸田内閣は2024年度の防衛予算案を過去最大額となる7兆9496億円とすることを閣議決定し、現内閣の発足時より掲げていた、いわゆる骨太の方針という政策公約を推し進めた形だ。2022年の末に新たに定められた防衛力整備計画では、2023年度から2027年度までの5年間の防衛費の総額をおよそ43兆円とすることが打ち出されており、この水準に則った防衛予算の案の上積みを実施したものと言えるだろう。2022年2月に開始され、間もなく2年目を終えて3年目に突入しようかとしているロシア・ウクライナ戦争を背景に、これまでにない日本の防衛予算案の増額基調は、大多数の日本国民からは、大筋の方向性で賛同を得たものと解釈できる。ただし、未だ大手マスメディアの一部では、世界情勢を反映した物価の高騰や、歯止めのかからない円安の進行を切り口として、結論ありきの防衛予算案の方向性に異論を唱える言説も数多く散見される状況ではある。こうした特定のイデオロギーに基づく政権批判、ひいては防衛予算案の増額に批判を続ける記事は見かけるものの、日本の置かれた安全保障環境の悪化を鑑みれば、その方向性に進まざるを得ないことは明白であろう。そんな中、年度ごとの防衛予算案の額は唐突に決定されるものではなく、当該年度の前年の夏頃に大枠の概算要求が行われて、これを精査した結果が閣議決定を経て御高に移されるというプロセスを経ている。2024年度分の場合、すでに2023年の夏頃に概算要求が示されており、海洋国家である日本のとっては重要な新型の水上戦闘艦の調達予算がそこに盛り込まれており、その額は新たな FFM の建造費に1747億円が2隻分の費用として含まれていた。FFM とは、海上自衛隊の水上戦闘艦の艦首記号を示すものであり、現行では、最新型の水上戦闘艦であるもが、2型で初めて用いられた経緯があり、艦艇の規模を表す、フリゲート艦の FF と、機雷、マイン、多用途、マルチパーパスを組み合わせたと説明されている。ご存知のようなもが2型護衛艦 FFM は、2022年には、3月に、2番艦の熊野、同4月に、1番艦の、もっがみが、神奈川県の横須賀を、母港と裾解体群へ、さらに、同年12月には、3番艦の、の城が、長崎県の佐世保を母港とする第13護衛隊に配備させた。以後ももが2型は、4番艦の、三熊江後の艦艇が、1年に、2隻ずつ収益を行うサイクルで、実戦配備が進められてきたが、2027年3月に、収益予定の12番艦をもって建造が終了することとなり、一時期は最大で22隻の建造も囁かれていた点が否定された。このもが2型の代わりに建造が決定されたのが新型 FFM であり、もっが2型同様に三菱重工業者を主契約企業とし、2024年度から2028年度の5年間のスパンで12隻を新造することが決まり、もが2型の開業、大型化版とめされている。現行のもが2型護衛艦、FFM は、基準排水量が3900トン、満載排水量が5500トン、全長が 133.0 メートル、最大幅が 16.3 メートル、深さが 9.0 メートルの規模を誇り、阿武隈型汎用護衛艦、DD を代替する目的で導入されたものだった。
ちなみに、阿武隈型汎用護衛艦 DD は、基準排水量が2000トン、満載排水量が2900トン、全長が 109.0 メートル、最大幅が 13.4 メートル、深さが 7.8 メートルの規模であったため、もが、身型はかなり大型化されたと言ってよいだろう。加えてもが、身型護衛艦 FFM は、その大型化した船体に、従来は、掃海艇が担ってきた役割である、機雷の敷設と除去の能力をセットで付与されており、この多用途さが、今後の海上自衛隊の水上戦闘艦に求められたと解釈されてきた。一方、2024年度の防衛予算の概算要求から建造が確定した新型 FFM は、基準排水量が4,500から4,880トン、全長が 142.0 メートル、最大幅が 17.0 メートルといった規模感となるものとアナウンスされている状態である。これは、現行のもが身型護衛艦、FFM をベースに、さらに大型化を図った仕様と見て取れるが、これまでの発表では、乗組員数は、同様の90名体制であると示唆されており、さらなる精進化を念頭に置いていることが伺える。もが身型護衛艦、FFM では、主兵装の一つである VLS、垂直発射艦は、マーク41が16セル分が想定されていたが、新型 FFM においては、その数は全時点では明確にされておらず、船体の大型化に伴い増設される可能性も残している。防衛省側からは、新型 FFM においては、この VLS、垂直発射艦から、現在開発中の1-2式地対艦誘導弾等の能力向上型の艦艇搭載型となる艦発型や、新型の艦対空誘導弾といった国産のスタンドオフミサイルの装備化を視野に入れている。これに加えて、新型 FFM では、もが身型護衛艦、FFM を超える追戦攻撃能力の付与も指摘されており、こうした攻撃用の兵装の強化を鑑みれば、諸外国でいうところのミサイル、フリゲート艦、FFG に該当する艦用であるとも思われる。新型 FFM の建造企業として選定を受けた三菱重工業者が示したイメージ図によれば、同艦のマスト部には、光学複合センサ、多機能レーダ、ミサイル管制装置が個別に記載されており、ミサイル兵装をより重要視していることの証左でもあろう。この点からも、新型 FFM は、もが身型護衛艦、FFM をベースとして拡張しつつ、より攻撃力を重要視している艦艇だと言えそうで、護衛艦の中心戦力として、さらなる多様化が、その点でも進めれると考えられる。現在のもが、身型護衛艦、FFM の建造は、主契約者たる三菱重工業者の中崎造船所と、同社の系列の三菱重工マリタイムシステムズ社の玉野本社工場の2カ所が受け負っており、海上自衛隊の艦艇の建造が限られた企業でしか行えないことは否定できない。今後の新型 FFM の建造に関しては、主契約者たる三菱重工業派に変わりはないが、その下請けには、いすも型ヘリコプター搭載護衛艦等を建造した実績を持つジャパンマリンユナイテッド社が決まっており、少し体制が異なる。一部の日本のマスメディアの中には、未だ防衛産業に従事する企業を指して、政府と癒着、結託し、利潤を吸い上げるかのような悪意に満ちた描き方をする例も見られるが、そもそも、日本の防衛産業は、決して儲かるような構造ではない。限られた防衛予算で必要な装備品を調達するため、各防衛装備品の価格は、多額な利潤を上げることが可能な額とは程遠く、多くの企業が、この分野から撤退する傾向は長らく続いており、艦艇のような大型装備品については、なおのことである。もっと言えば、アメリカのような2022年度の軍事費がおよそ8769億ドル、実に、世界全体の軍事費の4割弱に及ぶ軍事大国であっても、そうした傾向は強く、単体では儲けることが困難なため、合併や統合を繰り返している。昨今では、ロシア・ウクライナ戦争で、使い捨ての簡易なドローン兵器の投入という要請が認識され、そうした先進の技術が、不要な小さな分野においては、新規参入も促進される傾向もなくはないが、大型の装備品ではそうはいかない。それを考えれば、
三菱重工業社やジャパンマリンユナイテッド社は、日本の生命線たる海上自衛隊の水上戦闘艦の建造を担ってくれているほかに、代替の効かない存在であり、個人的には、感謝の感情しか抱きようがない。これは、潜水艦の建造を担っている三菱重工業社と川崎重工業社についても同様であり、これらの企業の協力なくして、日本の安全保障は成り立たないことを、今一度、胸に刻んでおくべきだろう。